文博氏弘正紀5年4月5日は、南宋初期の政治家。字は、直翁名。号は、親院居士、凡親院。送り名は文江、後に忠貞。風号は越王。明州県の出身。父渡る円の父。正弘14年の科挙に及第して、進士となる。任官後は、国史博士、宋忠正教、中書と練り、翰林学士、知政公を歴任。高僧の信頼が厚く、隆興元年に、尚書右牧野に任じられた。ところが、高僧が金に対して、強硬策を取る長春の意見を採用して、宰相たちを飛ばして、直接前線の将軍に命令を出したことに憤慨し、抗議のため辞任した。その後も、高僧の信頼は失われず、淳紀5年3月に、右丞相に任ぜられ、淳弘10年8月に致死し、王の保つ魏国公に封じられた。この死はダルケンが高僧の命をめとっているほか、高僧が文博を右丞相に任じた時には、文博の母親の誕生日を選んだのであり、母親にも祝いの品を贈っている。また、大曲と呼ばれる形式の詩の作家としても知られ、その作品は今日まで伝わっている。高僧の即位後は、大師の位が加わった。正紀5年に89歳で死去すると、海警軍王に追封。根井隆より、文江と送りなされ、功徳を称えるお筆も下賜された。嘉定14年8月に再び越王に追封。忠貞と改め送りなされ、高僧の廟庭に祀られた。宗師文博伝、宗師全文隆興元年5月上、長、雲国雑記巻4。文博兼卓文博は、新海の専制政治に対する反発から宰相をしばしば空席にしていたが、文博の右丞相任命は、淳弘2年9月の前任の破功の罷免から2年半ぶりの任命であった、藤本2013年 P438 から439。ありがとうございます。